じゃあこんにちは。さあ26日にいよいよドラフト、はい、はい、なんですけれども、なんかさ、はい、まあしょうがないか、運命だから。いやいや、まあ、運命だから。球団ってさ、はい、やっぱあるんだよね、選手が個々に、はい、あ、ここだったらいいなという思いがあっても、はい、やっぱなかなか今言える状況じゃないじゃない。昔もね、結構言ってましたけど、ね、昔は言ってたけどね、はい、でもそのくじ引き、はい、そういうので自分の人生を決めていいのかっていうね、うん、まあ、話もあるけど、はい、うん、でもそんな中、結構各球団のドラフト1候補と言われているのが、はいはい、まあ、近代の、佐藤選手、はい、内野手なんですけれども、はい、が結構どの球団も、まあ、人気あるよね、はい、するんじゃないかと、はい、あともう一人、早稲田の、早川投手、はい、ピッチャーなんですけども、この投手も結構競合しそうだと、はい、で、中日はやっぱその中すごい色があるんですけど、中京大中京地元、はいはい、高橋投手を、まあ、指名するんじゃないかとか、はい、いうふうなのが出ている中、はい、宇高さん、ちょっとね、ある選手をちょっと注目というか、はい、見てるということで、はい、JFE 東日本にいる選手、うん、今川選手、ね、今川選手、失礼しました、はい、今川選手、この選手はどういった選手なんですか。まあ、外野手でしょ、はい、外野手で、まあ、そこそこ足が速くて、はい、まあ、ライトやってるから、まあ、割と肩も強いんだろうなっていう、うん、そういう感じだと思うんだけどね、はいはい、で176センチっていうのは、うん、これはそんな大柄ではない、大柄ではないよね、ですよね、うん、で元々東海大で、東海大北海道に行き、うん、はい、そこから、まあ、JFE 東日本に行くんですけれども、うん、なんかスイングが今のアッパースイングというか、まあ、だから、はい、フライボール革命というかさ、はい、そういうふうなことで、はい、まあ、そういうスイングをこう身につけたというね、はい、まあ、そういう感じの選手だよね、はい、であのアッパースイングに変えてから結構ホームランを量産というか出すようになったりとかしてる選手で、はい、今どうやら日本ハムがこうちょっと狙いに、まあ、地元ということでしょう。まあ、そうですね、うん、北海道、うん、でも札幌ドームでさ、はい、ホームラン打つってなかなか至難の技だよ。そうですね、うん、よく考えたらそこに中田翔がプロに入って、はい、まあ十数年だよね、はい、彼が言うんだ、うん、札幌ドームのホームランはきついですよって、ほぼ完璧じゃないといかないっていう、はい、で長打が売りの選手でしょ。そうですね、はい、これはやっぱり取ると苦しむよね。ただ西川春樹が抜けるんじゃないかということで、はい、まあ、外野手の優秀な選手を取りたいっていうことはこれは気持ち的には分かるんだよ、はい、でもタイプ的には西川春樹みたいなタイプを取らなきゃ、うん、やっぱあのね、広い球場でホームランを打つというのは難しい、はい、うん、それと優勝するには大きな球場を持ってるチームっていうのは外野手の守備能力っていうのがやっぱ高い人じゃないとなかなか活躍できないし、うん、そのホームランたまに打つ選手だったらいらない、うん、と俺は思う。なるほど。なんかタイプ的にはどうやら太田大志選手っぽい、まあ、打ち方だったりとか、うん、ああいう感じのイメージの選手らしいんですけど、だって太田大志だって十数本しか打てない。そうですよね、うん、あれだけだってね。そしたら太田大志はまだ足が、肩が、はい、で外野の守備もうまい、うん、だから成立してるけど、はい、日本ハムが優勝したときに、うん、覚えてる外野手、七折、はい、新庄、はい、稲葉、はい、これね、抜けないんだよ。そうですね、いや本当に劇的ですよ。で中日が優勝したとき、名古屋ドームで、はい、落合さんのときにね、はい、あの時も外野手3人っていうのはものすごい優秀だった。和田選手、和田もいたよね。そうですね、あとも、うん、で守備固めで秀則とかいましたね。いや、いたでしょ、はい、やっぱね、広い球場を持ってるチームは外野手の守備がうまいやつじゃないと無理なんだ。だから下手とは言わないよ、でも実際本当にずっと見てきたわけじゃないから分かんないけど、はい、守備能力が高い人間、足が速い人間、肩が強い人間じゃないと、うん、なかなか難しいよ。ということは、もしかすると守備の変更とかを強いられる可能性も、可能性もある。あるんですね。そうすると内野手とかっていうことになるんですか。だってさ、あそこでさ、まあ、例えばね、うん、まあ、中田翔がいて、はい、清宮を取った、はい、ね、うん、清宮だって成長しないでしょ、はい、やっぱり なぜ成長しないのかっていうと、うん、やっぱ長打力を期待されてるから、はい、
ね、であそこで打つっていうのはなかなか難しい。だからこういう選手は苦しむよ。逆にその中距離バッターとかそういう方がまだ活躍の場ってあるんですかね。そうだね、日本だと、日本ハムだとその方が重宝される。じゃあこの長距離バッターとされてる選手が日本ハムでそのじゃあ自分中距離バッターに変えなきゃってなったらすぐ変えられるものなんですか。そういうのって、いやホームランの魅力に取りつかれてるでしょ、おそらく。そういうバッター、うん、それとやっぱりそれを期待されて取るわけだから、はい、その期待に応えられなかった時に自分が苦しむだけだ、はい、本人が、うん、そしたらドラフトが失敗だって言われる。いや失敗じゃない、取った球団が悪いんだっていうことになるわけじゃん、はい、だから北海道地元ので、うん、ね、それは分かるけど、うん、まあ新球場がボールが飛ぶような設計にするのかは分かんないけど、うん、だけど俺はもう近本みたいな選手が必要だって思う、日本ハムは。阪神の近本選手みたいなってことですよね。そうそうそう、あの走ってよし中距離バッターでよしっていう。そうそうそう、あでこの今川選手のちょっと情報によると、はい、ただ、まあ、近本選手足速いじゃないですか、はい、で 50m6 秒0なんですよ、うん、これ 50m6 秒0っていうのはプロから見てどうなんですか。6秒0っていうのは、はい、大体ね6秒2、3秒だよ、うん、6.23 2か3ぐらい、はい、こんな6秒フラットって書いてるやつで身長だってさば読むのに絶対ね 50m さば読んでるって。もうちょっとありますか。じゃあ6秒23ぐらい、もうちょっと遅いよ。でもね、はい、プロで、はい、やっぱこう外野手でね、うん、あの広い札幌ドームを本拠地にするんだったら5秒8ぐらいで走ってくれないとダメ。いや俺はダメだと思う。いや日本ハムが優勝するんだったら、はい、おーそうなんですね、うん、あと隣に遠投書いてあるんですけど、うん、113m、これは113m っていうのは大体プロの外野手だったら投げるよ、そのぐらい。だからプロの基準には達してるということだ。だからその能力をどこの球団で生かすかということが問題で、はい、だから札幌で育ち地元の人間だから取って苦しめるのか、うん、それともあの選手を取ればよかったのにっていう、うん、ね、惜しい気持ちで見られるのか、うんうん、で凱旋してくるのか札幌に、はいはい、それはね大きなやっぱ人生のね分岐点なんだよね。じゃあこの今川選手みたいなタイプの選手が活躍できる球団っていうと、うん、まあチーム、まあ、セダンかパナとか、チームはやっぱりこうホームランが出やすい球場、例えばヤクルトだっていいし、はい、横浜だっていいし、はい、まあ、今ホームランがパ・リーグでよく出るっていうのは、うん、まあ、千葉でもいいし、あマリーンズ、はい、うん、でもいいし、はい、ソフトバンクでもいいし、うんうんうん、っていうようなところだと思う。広い球場じゃない、まあまあ、中日名古屋ドームだったりとか、うん、北海道とかではない方がいい。そうだね、だから俺なんかが、はい、俺が入った時っていうのは横浜に一番広い球場だったの、はい、でフェンスが高くてホームランが出にくいって言われてたんだ、はい、だから足があったから、うん、それなりに活躍できた、はい、あれがホームランを要求されるようなスタジアムだったら、うん、そう俺らなんか目が出てないかも分かるんで、まさに運というか体力が落ちたんですよ。そこがやっぱ分岐点になってくるから、はい、だからドラフトっていうのは怖いよね、はい、そういうことも考えてドラフトしてくれないと、はい、なかなか選手が苦しむだけの話です。そうですね、もしこれ今今川選手が見てたらちょっと待ってと、日本ハム以外のところよどうか指名してくださいなっちゃいますよね。いや俺もその方が彼のためだったら、はい、そう思うよ。だから東京ドームでもホームラン出やすいから、あじゃあ東京ドームでもまあいいと、巨人がね取りたいと思うんだったらってことですよね、うん、で東海関係でしょ。あそうですよ、東海関係だったら原監督が目つけてるかも。そうですよね、ラインがありますからね、ラインがあるから。こういう選手もしかしたら原監督好きかもしれないですね。いや好きな可能性はあるよね。はい、そうですね、うん、でしかもこれ何番タイプですか、こういうタイプの選手。いやだからホームランを打つんでしょ、うん、だから3番、まあ、クリーンアップタイプ、うん、ね、1、2番タイプではないということだよね、まあ、あと5番だったりとか、うん、いや本当に足が速いんだったらあれだけど、50メートルでも6秒って書くの、5秒台で書けないっていうことはさ、うん、やっぱ6秒台なんだなと思うよね。6秒台で走る、6秒台前半で走るプロ野球選手がザラにいるん。例えば盗塁王とかしてる選手たちっていやもう大体5秒台、あ
例えば周東選手だったり近本選手だったりだから周東和田、はい、ロッテの、はい、あれは5秒6、7ぐらいで走ってるんですか。そうするとやっぱ6秒、まあ、0って言うと、まあ、普通にまあ平均的だよ。豊川さんはちなみに 5.8。 ああ、5.8。 屋敷が 5.5 ぐらい。早い、屋敷さん早い、めちゃくちゃ早いんだから早いよ。そうなんですね。そうそう、松井和夫でもあれじゃないの、 5.67 やったんだ。やっぱ早いですね、みんなそう考え。じゃあ特に足でどの子の出足が早いっていう選手は俺はないと思う、はい、そんなに特に。じゃあ今田選手はちょっと日本ハムではなくて他の、まあ、球場が狭い球場の方が俺はいいと合ってるのかなって思いますけれども、はい、まあ、26日がね運命の日と。あ、そうだね、はい、楽しみだけどね、はいはい、でどこの、チームが今川選手を、まあね、まあ、今川ってあの大学も行ってるしさ、はい、で社会人経験してるし、はい、多分精神的には大人だと思うんだよね、うん、だからすぐやっぱ活躍できるような、うん、そういう条件は揃ってるような気がする。うん、あ、そうですね。そうそうそう、もう2軍で一から育てるとかそういうわけではないってことですもんね。はい、はい、ちょっとこの今川選手にも皆さんぜひ注目してください。はい。